今日はですね、最新の車の情報をゲットするために、はい、大阪モーターショーにやってまいりました。はい、社長、ここはですね、人気のコンセプトカーや最新モデル、そして今話題の EV 車などを一堂に集う西日本最大級のモーターイベントなんです。うわ、楽しい。いや、もう普通に喋ってもらっていいですよ。はい、すごいやん、完全にこれまだベルサイユ君は車には興味あるの？はい、ありますよ。もう音楽ね、ガンガンにかけてもうノリノリでドライブデートするのが好きなんです。いいですね、社長。曲はね、男と女は夢芝居。いっときますよ、はい、ネタ合戦じゃないです今日は。車の情報を出してくださいね。国産車から輸入車まで27車もの最新カーが見られる大阪モーターショー。そんな中、ベルサイユがどうしても見てみたい車があるということで、ホンダのブースへ。私が見たかった車が、はい、ホンダのフィットなんですよ。おー、ホンダフィットね。それが、こちらです。おー、見てください、もうめちゃめちゃ可愛くないですか？そう、定番のフィットがデザインを一新、女性向けにこんなに可愛く進化したんです。着てもらいます。あ、でも中も可愛い。気になる乗り心地は？すごい、この座り心地がもうめちゃくちゃいいです。車だからといって、やっぱりこう普段座る椅子と同じように近づけたいというのもありまして、はい、中の骨組みだとかクッションの素材だとか全部こだわって作ったのが今回のシートなんです。いや、ちょっと座ってみた俺も、はい、他のポイントはですね、はい、あとこの視界の広さなんです。めっちゃ広いです、はいはい、中のダッシュボードをすごくこうフラットにしたことで、すごいフラットよ、周りがすごくよく見えると思います。なるほど、はい、めっちゃね、全部すっきりしてて最高ですね。続いては矢野パン副社長が気になっているという発売前の最新カー。三國社長、はい、僕が見たかった車こちらです。うわー、かっちょいい、ね、新型レヴォーグプロトタイプです。うわー、かっこいい。いや、熱がすごいなこれ。スバルは、はい、なんといってもアイサイト、はい、有名ですよね。次世代アイサイトになりまして、はい、レーダーをつけることによってより安全に皆さんの運転をサポートしてくれるようになったんです。ボディもしっかりしてます。フルインナーのボディでございます。フルインナー、はい、どういうことだよ。詳しくはホームページで。会場には車体だけでなく最新のカー用品も充実しているんですが、あれ、え、なんでよ、なんでこれ大阪モーターショーに車メーカーじゃないこれ JT が出てるの？ここはですね、タバコを吸う人と吸わない人が共に快適に過ごせる車内マナーを向上する狙いがあるブースだそうですよ。火を使わない、煙が出ない、匂いの出ない新しいタバコの開発を進めてまして、タバコを吸う人と吸わない人が共に共存できるということを目指してるそうですよ。へー、そんな開発もあんねんね。さらに働く車のコーナーには、普段見かけないこんな珍しい車両も集結しているんです。いやー、楽しいなこれな、楽しいですね。社長、大変です。大阪モーターショーのステージが30分間空いてるんですって。社長、これは我が社を PR するチャンスですよ。ギャグがあるじゃないですか。そうそう、いや、30分も。どうも、大阪モーターショーのステージに急遽登場した三國社長。得意のギャグで会場を盛り上げることはできるのか。じゃあ、せっかくなんで大阪モーターショーの、まあ、ちなんだ車の車ギャグね、聞いてください。はぁ、ウィンカーね、ブレーキね、おまけにハンドルついてね、ただのシャリーン、うん、なんのこっちゃねねえのねえの、なんのこっちゃねえ、ねえのねえの、やんやんやん、ありがとう、拍手、イエーイ。三國社長のステージはすごい盛り上がりを見せました。
ナレーションまで番組のナレーションまで入れましたね。